One lap to green. Line up on the right side. Closed. Pit road is closed. はい、メイ君です。今回も、オートモビリスタ2とアイレーシングの、比較をやってみたいと思います。まあ、今回もコースは同じでル・マンのサルトサーキットですね。そこの10ラップした中の数ラップを切り抜いて、出してます。で、今回は撮影のカメラは DJI のオスマアクション4ってやつですね。最近買ってみたんですけど、なかなかね、熱暴走しなくていいカメラですね。まあ、こちらの方を、まあ、助手席あたりからの視点で撮った動画を、比較してます。まあ、オートモビリスタ2がいいのか、アイレーシングがいいのか。まあ、好みの問題ですけどね。まあ、どっちも同じような感じがしますけども、まあ、最後まで見てってやってください。それではまた。
はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうかね。まあもう好みの問題ですよね。あの同じ筐体で同じく撮ってるんですけど、まあ画面のその見え方の設定が違うせいか、アイレーシングの方が見下ろす感じ、オートモビリスタ2の方が見上げる感じになっちゃってますね。まああとはもう一つの動画でも上げてるんですけども、オートモビリスタ2の方がやっぱり木とかコースサイドのものが綺麗に描かれてるかなと。まあ、アイレーシングも随分綺麗になりましたよね。まあどっちもどっちかなと。で内装に関してはやっぱりアセットコルサコンペソーネが一番で、まあその次はどれも同じかなって言ったとこですね。はい。まあ FPS なんかも 4K で、まあ、3画面でほぼこれどちらも最高設定でやってるんですけども、まあ、そうすると80後半ぐらいの FPS なのかなっていうところですね。まあこのぐらい出てればゲームとしてはまあ十分できます。まあ、モニター的にはね120までは許容するんですけど、なかなかやっぱり 4K トリプルで120出るのはないですね。はい、一応並べてやってみましたけど、まああとは好みですね。それじゃあまたね。バイバーイ。